そういうライブ映像とかレッスン動画とかを見たりする。うん。鼻声なのかなか愛通常です。はい。<laughs> <laughs> なっちゅうに幸せもらった。本当にシアマンさん、BTS さん好きですかよく聞かれるんですけど、BTS さんどなたもわかりません。私。余命10年見た。余命10年見たよ。見たよ。太郎さん、折り紙もありがとう。初見です。初見さん、こんばんは。 英語が読め。Hello, my name is n a t c h i Nice to meet you. 可愛さに毎回癒されるなんて嬉しいコメントありがとう。コナンの映画は見てない。コナン時代見たことない。ゆーちゃんさん、ゆーちゃんさん、ありがとうございます。私は n a t c h i でーす。ねえ、n a t c h i だよ。 読みたいいのにそれしか今来てないんだけどねえどういうこと誰か違う話を送ってよ。<laughs> 誰か違う話を送ってください。もうコメントが読めないんですけど私。あ来た来た来た。私はナチュラル T シャツまた切ってください。着る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 よ。もう毎日それ切ろうかな。 <laughs> でも毎日着るとさなんかまたまたなんか同じ服って言われるからそう赤色なんか着てるだけで言われるんよ <laughs> イケンイケ帽子ありがとうございますリさんフォローありがとうございますうーんナッチナッチって言ってくれてありがとう サッカー男子好きですかサッカーに限らず、スポーツ、まあ、できる人かできない人かって言われたらできる人の方がいいね。そう、なあの家族がみんな運動神経良くてさ、運動神経悪い人がさ、誰もいないのね。そう、だから運動神経は、あの、できる人が、運動はできる人がいいですね。うん。特に、できて欲しいなと思うスポーツは、あの、水泳かなうん。水泳できる人がいいな。 なんかまあ水泳できるって言っても別にバッタバックフレストリー全部が泳げなくてもいいんだけど、まあ、せめてクロールとか平泳ぎとかまあなんか何でも一個でもいいからあの泳げる人がいい絶対うんうん あのシャツサイズミスったからもう一回作って、え、そういうことだったのえー、な、腹出し用、あの、腹出しなあ好きじゃん、服。腹出し用の服かと思ってた。<laughs> サイズミスっただけなのえ、全然、全然あのサイズいいよ。腹出し、腹出し用だと思ってた、なは。<laughs> 違ったんですか知らなかったんだけど。犬かきでも、えぇ、ー、犬かきは嫌だ。せ合いティクロールか平泳ぎがいい。 大丈夫え、めっちゃいいめっちゃいいなショーパン大好きだから、夏。そう。夏は腹出しに基本ショーパンだから。水泳経験者ですかうんなあ、泳力検定一級持ってるよ。だからバッタバックフレストフリーできる。できるあ、まあ、今はできるかわかんないんだけどね。ハローマイネームイズナッチナイス c ミーチュ e to m e ク t y o アカウントフォローミー。何時に寝るええー、特に決めてないね。うん。 ナっチ一押しドラマはえっと妖怪シェアハウス今日ね朝ね支度しながらねえっと何見てたんだっけ忘れちゃったああれだあのー、あのー、土屋太鳳さんのドラマなんだっけいつも名前忘れちゃうヤナや,やなご何でしたっけなんとかごとなんとか一族見てた それそれも見てたうんそれも面白いやんごとなきやんごとなきもうやんごとなきっていう言葉がさやんごとなきっていう意味ってどういうことやんごとなきっていう言葉が覚えられない使わない言葉覚えられないそうそれを見てた朝好きなタイプ何ですかくくくてててて一一緒にいて楽しくて面白くて一途の人が好き えもうとにかく面白くて一途な人だね別に面白くなくてもいいんだけど、まあ、基本的に何かずっとふづけてる人間なのね本当にマジでえー、何だろう本当に とにかく、ずっとふざけてて、急になんか芝居やり始めたりすんの。急にトトロ芝居とかやり始めたりすんのね、友達といる時とか。目いいみたいな、トトロいなくなっちゃったよとか、まあ、なんか、そういう芝居を始めた時に、なんか乗ってくれる人がいい。絶対に。なんかそれを見て、キラキラ笑うだけじゃなくって、なんか、なんか目いいって言ったら、サツキみたいな感じで、返してくれたりとか、そういう乗りの良さは、マジで大事。うん。乗ってくれる人がいいですね。 私はそういうなあのふざけふざけに乗ってくれる人がいい <laughs> ノリノリですそれは最高ですねノリノリはマジで最高ですうん何て書いって <laughs> パンさんフォローありがとうございますただなんかいないよいるもんいるもん探して探して何て読むんだろう名前が読めないやフォローありがとうございます きーくんきーくんありがとう今日ちょっと画面暗い嘘えー、リングライトはいつもと同じだけどな暗いですか今日なんでだろうまだなおの携帯は画面暗くなってないけどねうんレイヤーさんありがとうございます <laughs> ジョージずっと書いてくれてありがとうりゅうさんおだまちゃおさんフォローありがとうございます あ、俺もリングライト買うよ。いいね、いいね。リングレイトね、マジでね、大事。本当に大事だね。うん。今日はアカナッチや。今日はアカナッチです。ツイッターないのツイッターあるよ。ツイッター、インスタ、ティックトックやってるな。ツイッターと多分インスタは多分じゃない。絶対。あの、あれ、あれ、あれ。なんだっけティックトックのプロフィールから飛べるようになってます。でもツイッターは基本的に、 あれかな普段ライブ活動をしてるからそっちのお知らせ系が多いかなツイッターうんでインスタがなんかあったらストーリー使ったりとかですね投稿はあんまりしてないんだよね <laughs> しぬき,きゃしぬきゃしぬきゃあれも出したいなこれも出したいなと思ってたのがめっちゃあるんだけど全部出し忘れてさ結果全然出してないんだよねインスタうん 髪染めないの髪の毛は染めないずっと黒髪かななんは。でもさめ、さあ最近髪の毛染めたい欲結構強いんだよね。なんか、あの今日 TikTok 見てたら、あのー、 今さ流行ってるスパイファミリーだっけのなんか「アーニャの髪色に染めてもらった」みたいな TikTok があの回ってきたのねそうですっごい可愛いピンクだったの結構真っピンクだったんだけどめっちゃ可愛いなって思ってうわーナウもなんか髪の毛染めたいなーっていうの思ったまあ髪の毛染めたいっていうかなんか1週間だけ髪色変えたいなって思ったけどまあナウは黒髪でいきますはいナウ <laughs> は黒髪でよ やんごとないって、家柄とか身分が高いって言う意味だと、ええー、わざわざ調べてくれたのいや、おやん、ありがとう。調べてくれて。とりあえずなんか、上の人ってことか。やん、やんごとなき。やんごとなき。章一さんっていうものかな。章一さん、フォローありがとうございます。あなたは誰ですか私はナッチです。 あ <laughs> エスケさん、なっちゃいじゃん。なーばよー。今日はリリちゃんとご飯行ってきたよ。ニオンさん、フォロ、ーありがとうございます。待って、かわいすぎるって、ありがとうございます。なんとか、なんとか大、えーううと、大統領だった。え、う、え、ん、どういうこと大統領だった。鼻詰まってる大丈夫飲み行くどういうこと鼻詰まってるから、急に飲み行くの流れがわかんないんだけど。<laughs> エスケさん、町田さん、ありがとうございます。眠たくない眠たくない チョキー、チョキー。ルーイさん、フォローありがとうございます。なっちゃ黒髪でいいよ。ほんとに。じゃあ、黒、黒髪で。<laughs> お酒って鼻にいいえ、そうなのかなそういうことなのかなでも、あれだよ。今日、リリちゃんからね、蜂蜜もらったの。な、なんか、喉にいいらしい。マルカ、マルカハニーって書いてあった気がする。あ、マヌ、マヌカだって。マヌカハニーの、 蜂蜜もらった。これスプーンで1から3、三さじを目安にお召し上がりください。だって。見てみよう。もらったものってすぐさ見たくなっちゃうんだよねな。なんか飴あるよね。でもこれめっちゃなんかね、喉にいいらしいよ。はあ蜂蜜だーよい、よだれたりそう。見て。なんか思ってたのと違う。 すごくないえ何これ苦いのえそうなの苦いんですかマジスプーン持ってきてないこれ端ペロッてしペロッてしていいかないいよねだって何しか食べないしあ蓋についてるから蓋についてるのたーんべによえ苦いのこれえ甘くないえ甘いよ 甘いよ。え、甘いよ。え、全然苦く,くないよ。え、甘い。